それで食う。あ、そっか。ネギだく。はい、どうぞ。お菓子もらって。はい。俺も熱くやった。はい。ジャンマどう？マサさんにちょっと一言ずつ。はい、いただきます。あの、マキヤさん、猫ちゃん。さすがにだね、猫ちゃん。ゼロだけど、これ。いけるか。いただきます。ビビりやだな。うん、うまい。おはようございます。おはようございます。あの、この広島でジャパンデビューしてから1年。そう、1年経ちました。どうですか、1年やってきて。いやー、楽しかったですけど、思ったよりちょっと勝てなかったんで、悔しい気持ちの方が大きいですね。なるほど。まあ、じゃあ、まあ、準優勝までしてるんで、あと優勝だけだから。はい、優勝、何としても優勝、毎回優勝するぞって言ってたんで、うん、なんかあれみたいなところ負けちゃうんであの、はい、もう優勝候補はこいつだろっていうのに入るようにね、頑張ります。うん、香港もね、日本代表として行って。あ、そうなんですね。団体優勝、はい、おめでとうございます。皆さんのおかげで、はい。なんか一人ディズニーランドとかね、香港ディズニーランド。あ、そう、一日サボって。僕も香港ディズニーランド何回も。あ、ほんまですか。うん、めっちゃ楽しかったです。なんか結構香港ディズニー混んでるし、ちっちゃいし、別にみたいな。でも並ばないでスペースマウンテンとか乗れたり。あ、そうそう、まあ、人だとハイパースペースマウンテン。そうそう、早いから。ハイパースペースマウンテン、日本のスペースマウンテンより早い。そうそうそう、死ぬかと思って一人で行ったんですけど、一人泣いてました。熊のやつとか乗った？熊のジェットコースター。乗ってないです、それは。めっちゃ面白い。熊のプーさんのアトラクション5分で乗れました日曜日やのにね。ハニーハントじゃ難しいでしょ。そう、感動しました。じゃあ今日も頑張ってください。頑張ります。おはようございます。おはようございます。はい、去年出れなかった地元広島大会です。やっと出る。戻ってこれましたね去年はね、コロナだったんで上からシードだったのを増えて、シードだったのに地元でコロナ今日のなんかかなり高いスタッツで、いやーほんまに 17.99、 いやもうほんまにお約束ですよ。だって3試合終わるまでなんぼ48.なんぼとか、うん、驚異的なスタッツですね。やばかった、めっちゃ入った自分で言うぐらいめっちゃ入った。まあ、そのまま最後までやってください。多分優勝できるんで、これ続けたら優勝できると思うんで、うん、ほんまに、はい、応援たくさんあると思うんで力に変えてください。はい、はい、頑張ってください。おはようございます。おはようございます。おはようございます。昨年ね、初優勝したのがこのちょうど1年前ですね、この広島中小企業会館で。もう俺と GT しか残ってなかった一緒にタクシー帰って、はい、思い出の会場ですね。ですねよく覚えてますよ。まあ、早いっすね。そうか、早い。その後 GT 勝ちまくってけどやっと1年経つかって感じですね。そうっすね。だからぜひ今日もね、優勝していただきたい。前回惜しかったのでね。そうですね、うん、悔しさのあまり泣いちゃいました、うん、そうですね。あと、まあ、PDC の日程も出て、はい、まあ、大阪大会出てから行けるっていうことで、はい、まあ、かなりハードなスケジュールになりますけど、運命だと思うんで。でもそうですね、はい、あんなに遅くに入ると思わなかったんで、ね、はい、なんとか頑張ってください。はい、頑張ります。先にイギリスで待ってます。はい、はい、お願いします。はい、それでは今日も頑張ってください。頑張るぞ。おはようございます。おはようございます。
新しいお店オープン向けて、はい、そうですね、3月ですね、オープンする予定です。なんかスタッフ募集とか、スタッフ、はい、募集、ここで募集しますか。もう終わりました。終わりました。決まりました。じゃあオープニングスタッフ、まあ、まだ誰にしようか厳密で決まってないですけど、今面接してくれるので。なるほど、はい、まあ、あのシェイド TV でね、なんかぜひ遊び行かせてもらったり、あ、うん、なんかできる様子とか撮れてさ、邪魔じゃなければ、はい、3月3月の1日予定です、ね、もう大変ですね、じゃあ、はい、まだジャパンも終わってないのに、そうですね、はい、じゃあ準備頑張ってください、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、ジャパンも頑張ります、はい、ありがとうございます。はい、さあ矢選手、はい、お疲れ様です。前回は3位、はい、あ、今シーズン初3位でしたね。今シーズン、そうですね、うん、多分先日 SNS の方で、はい、ご婚約と、はい、ご解任が発表されて、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。体調は全然、体調は全然大丈夫です。もう知らぬ間に座りが終わって、あ、そうですか。その後に赤くしたんで、結構。予定日は、予定日は3月の、まだ普通に出産だったら3月28なんですけど、指定お切開なんで、はい、多分3月十何日とかだと思う。あ、なるほど。終戦終わった後にギリ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 半周戦に出れたら、え、マジっすか。そんなもうお腹すごい大きい状態で出る、まあでも、まあ、結構安定するみたいなの言いますよね。あ、そう、逆に、まあ、できれば出て。なるほど。じゃあ今シーズンは全部出て、で来シーズンも、来シーズンも 最初出れたら、じゃあその間に生まれたら一番ベストかな。その間には絶対生まれるんで。じゃあサーヤの日に3月4日でもそれ最終戦の前日だね。なるほど。そうですね、うん、まあちょっと大変だと思いますけど、はい、え、まあおめでとうございます。娘さんにね、はい、兄弟ができる、はい、娘が一番喜んでる、うん、よかったですね、はい、この間娘が誕生日でその日に娘に伝えたら、なるほど、もうそれが誕生日プレゼントみたいな感じ、めちゃめちゃ喜んで、お姉さんごっこ、ワインとか、ミルク、今おいくつでしたっけ？今4歳になります。ちょっとじゃあお姉さんですね。はい。はい、じゃあ、はい、残り、まあ今日は入れてあと5試合、はい、頑張ってください。頑張ります。はい。お大事に。はい。黄昏れてるとこすいません。チェーン TV ですか？はい。お好み焼きで猫舌を発覚した摩擦さんですけど、いや、もうあのおかげでヒヤヒヤな部分を見せてしまいましたなので、あの夏はヒヤヒヤな専用に、今日はあの入れ替えからなので、はい、ヒヤヒヤさせないように頑張りたいと思います。もう福岡からずっと、あ、そうですね、まあ、4連続上にいるので、なんとかキープできるように、はい、まあ、あの変な汗しか出てないです。なるほど。でもお好み焼き美味しかったです。はい、お好みパワーで頑張ってください。また黄昏ですか？あ、じゃあ去ります。すいません失礼しましたおめでとうございます。中継で見事、ランキング1位の浅田選手に勝っていや、たまたまでした。ちょっと、ね、2レグ先行して、ちょっと緊張して全然入らなかったんで本当にもハラハラしましたけど、最後は詳しくはウェブでそうですね、ジャパンの試合も嬉しいです。本気初めてなんで、はい、ここからでも優勝目指して頑張るんで、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、ナイス。ジョニーさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。久しぶり入れ替え残って、そうですね、はい、ホール選手と、そう、2回目の勝利。いや、本当そうですね。僕ももうポールさんとは20年以上前からいろいろ、神様ぐらい、ね、そう、もうダンス投げさせてもらって、はい、彼のイベントとかの姿勢とかいろいろすごく参考にさせてもらって、なかなかできるもんじゃないと、もう本当神様的な存在の人と思ってたんで、はい、1回ね、もうワールドの香港かなで1回勝った時あったんですけど、
もう勝った時泣いちゃったんですけど今日はねその20年以上の知り合いのポールさんと、2回目の勝利をあーよかったです、はい、勝たせていただきました。はい、もうめっちゃ嬉しい。まあね、来年70歳で頑張ってるんで、はい、ね、70歳までジョニーさんも頑張らないといけない。そうですね、僕はもう昔からねポールさんが引退する年まで、はい、ダース頑張るっていうのは言ってたんですけど、はい、ポールさんが思った以上に頑張ってたんで70そこらで引退って言ってたんで、はい、僕もあと20年ぐらい、はい、頑張んなきゃいけないと思ってで、まあ、今日本当にいい試合だったんですよ、はい、中継ね、ま、あの撮影してたんで、はい、動画で ね, ね動画で見てもらえればすごくシーソーゲームな、うん、いい試合だったと思うんで、はい、ぜひ見ていただけて、はい、もうポールさん含めて僕も50オーバーのしこたま頑張ってる、まあ、シニア世代のそう、はい、試合を見て、はい、何か感じてくれたら嬉しいかなと思います。はい、はい、じゃ引き続き頑張ってください。はい、頑張ります。あっそう、はい、3位、はい、あまあまあちょっとバケモンみたいな試合されたけど、いや自分の悪いとこ出たんすね。まあでもね、聖子、はい、さんは落ちて智也は3位だから、はい、ちょっとポイント詰まった。そうですね、はい、まあでもね、うじうじしてもしょうがないんで、尊敬する先輩、はい、尊敬してる、いやもうアリスコープなんですよやられちゃったね。あもうちょっと持ってやれたよな大阪で頑張ります。そうだね、せっかく行くことを決めたんで、はい、頑張ってください。ラストいい終わりしたいんで、まあそれは PDC ああそうかPDC の方がですね。ああ終わったか、ジャパンをね。そうですね、はい、ジャパンの最後、はい、頑張ってください。楽しみに、はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。